ールスロイス社が開発していた戦闘機エンジンテンペストに新たな展開が見られたようだよ。ロールスロイスは車好きじゃなくても聞いたことのある有名なブランドだよね。一般的には自動車製造が有名なロールスロイスだが、航空機エンジンも手掛けているぜ。ちなみに、自動車製造を手掛けているのはロールスロイスモーターカーズで、航空機エンジンを手掛けているのが、ロールスロイスホールディングスとして、それぞれ独立したものとなっているようだな。それでそれで、新たな展開ってどんなものなの？なんと、この共同開発に日本が参画するというんだよね。日本といえば、アメリカに追随して戦闘機を購入しているだけの国だったのに、なぜここに来てイギリスと手を組む気になったのかが非常に気になるところだな。今回はそんなイギリスと日本との新たな取り組みと、アメリカが抱えている課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年12月にロールスロイス社が発表したところによると、今回のテンペストエンジンは、日本とイギリスの両国向けに開発されるもので、両国が将来的に導入するであろう次期戦闘機用エンジンについて、その実証機を日本の IHI 石川島播磨重工業と共同開発することになったとのことだったよ。この件について、日本の防衛省とイギリス国防省は同じ日に両国による、次期戦闘機エンジンの共同実証事業を来年から開始すると発表しており、そのことを受けてロールスロイス社も今回のプロジェクトを公式発表したってわけだね。ロールスロイス社は公式コメントの中で、本エンジン実証プログラムは、両国が将来的に必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩であると述べており、将来的には両国において数百名の雇用創出につながる可能性があると述べているんだ。まあ、ロールスロイスといえば高級自動車メーカーのイメージがあるんだが、ヨーロッパではむしろ軍事産業を中心とした企業体のイメージの方が大きいようだぜ。そんなロールスロイス社もここ数年の景気低迷により、新たな産業への柱を欲していたことは事実で、日本においての同様の状況だった IHI とうまく手を組むことができたってわけだな。今後の開発スケジュールについて、ロールスロイス社は2022年初めから開始する予定とし、イギリス政府の支援があることを明らかにした上で、その総額は3000万ポンド約45億円を初期投資として投入することを明らかにしているよ。さらに、イギリス政府が2億ポンド約304億円の資金を投入し、飛行可能な実証機を開発する計画があることも明らかにしているよ。イギリスがここまで本気なのは、ドイツやスペインなどと取り組んだユーロファイター事業が思ったほど軌道に乗らず、その枠組みとは別に独自色を発揮しつつ、自国だけで開発経費を捻出することが困難なことから、新たなパートナーとして日本に目をつけたものと思われるんだ。イギリスが明言した今回の費用だけど、これだけの費用で、次世代戦闘機が開発できるとは正直言って思えないよね。軍事アナリストの間では、これだけの金額は総経費の約半分だろうと見ており、日本に関してもほぼ同額の負担を求めているのではないかと見ているんだって。費用面については、岸信夫防衛省も来年度当初予算案に次期戦闘機の、研究開発費858億円を計上することを明らかにしているよ。これが、テンペストプログラムだけの費用を意味するのか、別のプロジェクトも含めた費用なのかはわからないんだけど、日本がイギリスに対して積極的にこのプロジェクトへ協力する姿勢を見せていることは、間違いないことだよ。ロールスロイス社の担当エグゼクティブバイスプレジデント、アレクサンダージノは、日本とイギリスの優れた技術を持つ企業が参画することを喜ばしく思うとし、互いの技術を補完し合い、よりクリーンな次世代動力と推進力を促進する技術を提供するだろうと述べているよ。ここで言う次世代動力と推進力とは、何を意味しているのかが気になるよな。そうだよね。地の氏はこの件についてもっと踏み込んだコメントを残しているよ。それは日本政府と産業界が近年実施している技術プログラムについて、イギリスがテンペストプログラムで開発する技術を合わせることで、世界有数のより高性能な次世代動力推進システムの開発が可能になると述べているんだ。要するに日本が進めている技術革新とイギリスが持っているテンペストプログラムの成果をミックスすれば、次世代戦闘機用のエンジンが革新的なものになると言いたいってわけだな。ここまでの話を読めば、お互いに得ることが多くウィンウィンの関係になるように思えるけど、実際のところはどうなんだろ？その辺も含めて、もう少し深掘りしてみようかな。そもそも、日本においては現在使用している F2 戦闘機が2035年から退役を予定していることを踏まえ、その後継機種開発と既存機導入、この3つを検討していたんだ。既存機導入については、
第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターや、同じく第5世代ステルス戦闘機である F-35 ライトニング2のアビオニクスなど、売り込むロッキード・マーティン社からの提案や、ボーイング社が提案する F-15EX イーグル2、イギリスの BAE システムズ社が提案するユーロファイタータイフーンベースの新機体導入なども検討されていたよ。様々な提案を受けて、防衛省は、有事の航空優勢を保つために必要な戦力となり得る戦闘機であることを最優先にしつつ、新技術導入への拡張性があることや、日本が独自に回収する自由度が高いことなどを、次世代機に求めるスペックとしたんだ。そして同時に、日本国内の企業が開発製造に参画すること、開発製造コストや整備コストなどができる限り低コストであることを目標としていたよ。その結果、2018年12月18日の政府閣議にて防衛計画大綱と、31中期防平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で、次世代戦闘機について F2 戦闘機の退役時期までに防衛上の中核となる新たな戦闘機開発を行うこととし、開発にあたっては国際協力を視野に我が国主導で開発に着手すると決定したんだよね。このことで、既存機を購入するのではなく、国際協力を得ながら国内企業の主導で開発を進めていくことが決定されたことで、日本のニーズに対応できると判断されたロールスロイス社のテンペストプロジェクトが選定されたと考えていいのかも。でも、ロールスロイス社が担当するのはあくまでエンジンであり、機体そのものではないんだよな。機体の開発は一体どうなっているのか、みんなも気になるよね。そもそも次世代戦闘機の開発は、特定の企業だけが背負えるものではなく、複数の企業と共同体を構成して行うことがセオリーだよね。これは、日本国内の企業のみならず、世界各国の企業ともパートナーシップを取って開発を進めていくものなんだ。次世代戦闘機の機体やシステムに関しては、三菱重工を開発主体とする企業体との正式契約が発表され、他の国内企業として川崎重工、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画することが決定されているよ。そして海外の企業として、F-35 戦闘機の開発製造元である、ロッキード・マーティン社が選定される方針が固まっているものとされているんだ。これは、日本がまだ技術を得ていないステルス機の開発においてすでに、実績のある企業の参画を望んだものと言われているよ。実際に高いステルス性能と運動性能を兼ね備えた戦闘機 F-22 や F-35 の開発実績があり、デジタルエンジニアリングの高い技術力と経験を持つロッキード・マーティン社の協力を仰ぐことで、戦闘機の設計だけでなく、電子機器やコンピューターなどとのシステム統合なども行いたい意向が伝わってくるな。ここまで来れば残るのはエンジンだけだが、エンジンについては防衛装備庁と IHI 社で、開発を進めている国産ジェットエンジン試作機の XF9 が有力視されていたんだが、開発はかなり進行しており、2020年7月には試作1号機を使った性能確認試験が実施されているみたいだぜ。アフターバーナー付けの低バイパスターボファンエンジンである XF9 は、2019年4月10日には最大推力確認試験の映像が公開されており、当初の要求性能である推力 11TF を発揮し、アフターバーナー使用時には 15TF を達成しているとされているんだけど、日本においてはこの大出力ターボファンエンジンを量産した経験がないのが課題となっていたんだ。この課題をクリアするために、ロールスロイス社とパートナーシップを結ぶところになったというのが、ことの真相ではないかな。日本としては XF9 エンジンを採用したいんだけど、アメリカと共同開発してもアメリカはその気がないので、結局は独力で費用も全額自己負担で開発するしかないんだ。でもテンペストの開発を進めているイギリスと、そのエンジン開発を担当しているロールスロイス社であれば、お互いに費用も折半できるし、エンジンの採用による販路の獲得も容易ではないかと考えたんだろうね。イギリスも日本と同様に事情を抱えており、テンペストの開発は自国が主導するとの立場は貫いているものの、開発コストの低減やかかる期間の短縮が期待できるとして、諸外国の開発参加へ門戸を開いていたところ、日本と利害が一致したため、今回のパートナーシップに至ったんだろうぜ。ここで気になるのは、やはりアメリカだよね。同じ同盟国であるイギリスと日本が手を組むことには、決して反対するつもりはないものの、危惧していることはアメリカよりも航空優位に立つことだと思うよ。アメリカにとって、日本は重要な同盟国であることに間違いはないんだけど、武器輸出国としても重要な立場であることは事実なんだ。
イギリスに日本という市場を闊歩されると面白くはないんだろうね。そんなアメリカの事情は、日本ももちろん理解しているよ。だから今回のイギリスとの取り組みはエンジンだけですよと言い切れる。今回の関係構築に至ったわけなんだ。アメリカからすれば機体のベースはアメリカ製だからまあいいかと思えるだろうし、ある意味アメリカ日本イギリスの共同開発機とも言えるものが出来上がるのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。